それでは部屋の方を見てみましょう。部屋は15階の部屋です。まず入り口右側にはこちら開けると、ミニバーとなっております。それは右上から順番に、こちら無料の水です。それと隣にスピリッツ、そしてグラス、そして氷入りです。それでその下にコーヒーカップ、そして真ん中に冷蔵庫です。中を上げてみるとこんな感じです。上のものは無料です。それで下のものは有料です。こちらにビールがあります。そして冷蔵庫の右隣にまたカップです。そしてその下に電気ケトル、そして左下にネスプレスマシンです。でその下の引き出しを開けますと、お菓子類です。そしてこれ料金表です。そして真ん中に引き出しを開けると、コーヒーのカプセル、そして紅茶です。そしてこちらには、こちらは何かというと、こちらの電気ケトルを差し込むものです。こんな感じです。そして上には紫の置物があります。そしてミニバーの180度を向きますと、こちらベッドルームになります。そしてベッドの左側には時計、電話、メモ帳です。そして真ん中にベッドがドカンと置いております。寝心地良さそうなベッドです。そしてこちらにはソファーです。テレビを見るためにあるのでしょう。そしてベッドの右にはこちらコントローラーです。こんな感じですね。ちょっとこんな感じになっております。これでカーテンの開け閉めや照明のオンオフができます。そしてこちらは何かと言いますと、片手で 何かとやりにくいです。この中に入っているのはテレビのチャンネルです。そしてこちらの右隣には大きなソファーです。それでテーブルです。ウェルカムフルーツがあります。そしてここに電話とメモ帳があります。そしてこちらには作業台です。そして真ん中にテレビがあります。こちら何せこちらサムスン製ですね。バスルームの方を見てみましょう。こちらは、シャワールームです。ハンドシャワー、そして上にレインシャワーです。天井が高いですね。そしてこちらには、シャンプー、コンディション、ボディウォッシュです。メーカーはアソップですね。そしてこちら外が見えるんですね。でシャワーブースの隣にはこちらシンクです。ダブルシンクになっております。それシンクの右の方にこちらのテレビがあります。でこちらにも、チャンネルです。そしてシンクとシンクの真ん中にはこれはハンドウォッシュかな、ハンドタオルです。ハンドタオルです。そして水 と、コップです。この水はおそらくうがい用の水だと思います。そしてシンクの左にはこれ開けると、歯ブラシとか、マウスウォッシュとかコットンバズ&パッツって書いてある、まあ、コットンとか、綿棒ですね。でシャワーキャップとかあります。そしてシンクを180度回りますと、こちらバスタブです。
結構大きいです。以前にセントレジス大阪に泊まりましたけど、それに似たようなバスタブかなと思います。そしてこちらには綺麗な飾り付きです。そしてバスタブの隣にはこちら、開けますとクローゼットになっております。こちらアイロン台です。そしてその下に金庫、そしてこれバレーサービスとか靴ベルとか置いてあります。その下に何か引き出しがあるんですけれども、こちらをさらに取り、こちらにはヘアドライヤーがあります。そして右隣はこちらからですが、こちらにアイロンがあります。そしてこちらにもクローゼットがあります。右側にバスローブです。こんな色のバスローブ初めて見ました。いつも白なんですけどね。そしてこれ自分のジャンパーです。日本は寒いですからね、今冬です。そして自分の荷物が置いてあります。そしてその下にこちらからですが、こちら、スリッパです。ちょっと中開けてみると こんなスリッパです。それで左隣は空です。そしてこちらの、右隣にはトイレです。これ開くんですよね、透明性です。ウォシュレットも付いております。感動しました。外はこんな感じです。街中などでこんなもんでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。